水年市は、中華人民共和国四川省に属する地球市。水年市は、四川盆地の中部に位置し、河の中流にあたる。統計105度0326から106度59、49、北緯30度150から31度150の間に広がる。東西は 90.3km、南北は 108.9km。 面積5300平方キロメートル。四川盆地の重要都市である、生都市及び、中継市とは遠距離にある。水名は、古くからの文化の蓄積、人を迷わせる、有限な山水、発達した農耕商業などから、川中地区の政治、経済、文化の中心であり、防食や食品工業が盛んで、タパイグループなどの企業が所在し、東川居有。 川中重鎮、小生徒などの異名がある。四川盆地の中部にあり、河の中流部が貫く。東は、南三つ市と、港安市、西は、徳陽市、南は、重慶市と、潮市、北は、明陽市に接する。水年周辺には、石器時代より人類が住んでいたと見られ、社交圏、忍河鎮の馬倉山からは、 紀元前1万年頃の人類の頭蓋骨が出土している。記録では夏王朝や陰王朝の時期には領州に属したとされる。春秋時代初期には四川盆地にともえ国、植国という国家が成立したが、水根付近は植の領域であり、旗による中国統一後は植軍となった。五冠末期の220年、現在の市街地に、 徳陽県の県地が設置された。330年、新末の混乱に乗じ、李武氏により、政官が建てられ、徳陽軍の軍地がこの地に置かれた。水寧の地名の由来は、東信と十六国が併存した時期に遡る。水寧は十六国の中の政官に属したが、各国間の争いや、後継者争いで、政官は疲弊した。347年、 当身の関音将軍が、食生罰に着手し生官を滅ぼし、死戦で50年以上続いた混乱に終止符を打った。関音は外戦の途中、急にこの地の風や、太陽の美しさに打たれ、歌や踊りの声がどこかから聞こえてくることに、平和さを感じた。長年戦場にいた関音に平和を渇望する思いが、生まれ、この地に軍を置き、 戦乱の収束と安寧に到達することを願って、水名と命名したとされる。以後、この地には、水名の名で、軍、府、州、県などが置かれ、一帯の中心地として繁栄した。南北町から草原台まで、地域には、石山軍、小景県、正義県、水州、水州総管府、水州総督府、 竹野部郡雪土市などがありその管轄下には35の県があった。水年上の管轄地域が最大に達したのは、唐の末期で水州に設置された竹野部郡雪土市は、水、政合アワセ、ユ、炉の五州を管轄した。秋を以後、水名は州から県に降格し、道川府、カリオオなどの管轄下となった。1935年、 中華民国により、四川省に十八行政正し札区を設置した際、水年には、第十二行政正し札区が置かれ、水年、安岳、中江、三大、社広市、塩亭、よもぎ系、道南、楽至りの9県を管轄した。中華人民共和国成立後は、川北行政区、水年文区が置かれ、1952年に、 水泥戦区と改められ上記の9県を管轄したが、1958年には、水泥戦区が撤廃され、水泥は隣接する、免用戦区に編入された。1985年2月、国務院により水泥県は廃止され昇葛市となり、品各よもぎ経験社交県を管轄することとなった。1997年10月には、国務院により、 よもぎ経験の高威勢の地域に大英圏が新設された。2003年12月には国務院により品川区が分割され、船山区と安局が設置された。西勝区、一県級、市、二県を管轄下に置く。川北高職、水冷泉区市泉省、水冷泉区、水冷市石,石油、天然ガス、塩などを産出する。ありがとうございます。